伊井線は、岐阜県岐阜市の中設駅から、岐阜県伊備郡大野町の黒野駅を経て、岐阜県伊備郡伊備川町の本伊備駅までを結んでいた、名古屋鉄道の鉄道路線。2005年4月1日に全線が廃止された。この日廃止された、名鉄の600ボルト電化区間で、唯一の鉄道事業法適用区間であった。運賃計算区分は C。 宅地化が進む岐阜市成功の通勤、通学路線であった。かつては、途中の黒の駅から分岐して、谷組村にある谷組駅までを結ぶ谷組線が伸び、谷組山家根寺への参経の足となっていたが、伊備線、黒の本伊備館とともに2001年に廃止された。その後も車社会の進展で、利用客の減少に歯止めがかからず、2004年に名古屋鉄道は、 岐阜市内線、伊比線、美濃町線、田上線の600ボルト電化区間について運営撤退を正式に表明。起動法に基づく廃止許可申請書と鉄道事業法に基づく廃止届を同年3月に提出し2005年4月1日に廃止された。廃線後もしばらく本伊比駅は残されたが現在は撤去され枕木等は一般に売却され、 沿線近辺でよく見受けられる。名鉄の廃止表明を受けて、地元の岐阜市などでは、協議会を設置し、公設民営方式での存続の可能性について模索したが、2004年7月27日、細江重光岐阜市長は、利用客減少や財政難などを理由に、存続断念を発表した。一時は、岡山電気軌動も支援検討を表明していた。 廃線後も地元の企業を中心として営業再開へ向けた動きも模索されていた。突起なければ路線廃止時点のもの。廃止前時点では、伊比線のすべての列車が岐阜市内線と直通運転を行っており、15分間隔で運行されていた。またワンマン運転を実施していた。日中には半数が休行として運転されており、休行は金の島駅。 丹野島駅のみを通過していたが、1967年の設定当初はこの他にも通過駅があった。急行運転開始時の停車駅は本指、黒の、正田、美濃北方、北方千歳町、尻根、中節と岐阜市内線の西野町、千住堂、鉄明町、新岐阜駅前、岐阜駅前であった。車両は一部岐阜市内線と直通運転のため、 路面電車タイプの軌道線車両が使用されていたが、名古屋本線、瀬戸線の河川電圧直流6 0 0トから1 5 0 0トへの昇圧によって、余剰となったも160型、も700型、も7 5 0系、国1320型などの大正末期から昭和初期にかけて製造された木造や、半光性鉄道線車両が走っていた。百九十八年までは、 道線と岐阜市内線はも510型やも770系の一部の直通運転を除いて独立した運転をしており、中節駅で乗り換えが必要であった。これは、鉄道線車両の車体の幅や長さが一回り、大きい上に市内線での道路上での乗り降りに必要な折りたたみ式ステップの改造がされていなかったためで、すべて中節駅発着の普通列車として運転されていた。 しかし、同年から増備されたモ780型により、鉄道線車両は廃車となり、すべての列車が岐阜市内線からの直通運転する路面電車型となった。なお、モ510型、モ770型、モ780型は車両の幅が狭く、同線内の駅に停車すると、ホームと車両間に隙間が空いてしまうため、同線内では乗車ステップを格納せずに、 運転していた。キキタ弁鉄道により開業し、未の電気軌道を経て、名古屋鉄道の路線となった。岐阜市内線とつながるのは、太平洋戦争後のことである。運賃は、伊比線が運賃計3キロ、岐阜市内線が均一性で設定されていたので、路線の奇襲点となる、中節駅を超える場合は両方を合算していた。また、黒野駅などの有人駅では、 美濃朝鮮への連絡乗車券も販売されており、バイリン経由と新岐阜駅前、新岐阜経由が設定されていた。ありがとうございます。